平均点以上をしっかりがっちり取ってる子はもう間違いなく決断して、なるほどね、自分でちゃんと選択して行動してる、うんうんうん、俺は海賊王になると言えるかどうかです。はい、もう詳しく聞くしかないですね。聞きましょう、聞いていきましょう、はい、じゃあ最後ラスト3つ目の鉄則をお願いします。はいはいはい、3つ目が笑顔にする。はい、笑顔にする、これあすみません間違えました、はい、あのアキトントンさんのやつでした。皆さんこんにちは、プロレスアカデミーの吉村です。今回もコラボ動画ということで、東大合格請負人の時田さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お会いしてまだ10分でもうカメラ回ってるんですけど、ね、このまま始まっていいのかと。あんまりね打ち合わせでやんない方がいいんじゃないかというところで始まりましたけども、そしたらまあちょっと詳しめの自己紹介をよろしくお願いいたします。はいはい、はい、皆さんこんにちは、東大合格請負人の時田博光です。よろしくお願いします。お願いいたします。メインでは大学受験をこう、目指してる学生さん向けに学習指導してるんですけど、はいはい、小学生とか中学生も含めてですね、はいはいはい、一緒に学習をこう教えてるので、いろいろな面では喋、はい、れるかなっていうのがありますね。わかりました、わかりました、はい、東大出身なんですね。京大の、まあ、そうです、先輩っていう形に当たる形で、はい、大学院からっていうところなんですね。そうですね、大学院が京都大学ですね。ありがとうございます。今日の動画のテーマなんですけど、まあ、タイトルが日本最高峰東大に現役合格するための3つの鉄則ということで、まあ、東大合格請負人っていう、まあ、キャッチコピーというかなんていうの、肩書きっていうのでされてるっていうところでお伺いしていきたいんですけど、うん、はい、時田さん自身はどういう過程でこの塾のところに入ってこられたんですか。まず、あ、なるほど、はい、もう大学1年生から、はい、もう塾講師と家庭教師とみたいなのも始めちゃったって感じですね。なるほど、はい、もともとうちの祖母が、はい、あの小学校の先生だったんですよ。はい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 、でずっとなんか教育には関わりたいと思ってて、はい、バイトでやってみようかなってところからスタートしたって感じです。なるほどなるほど、はい、じゃあもう何ですか、他の業界を経験せずにというか。あ、はい、その就職するときは金融会社に入ったんですけど、はい、でそこでアクチュアリーっていう、はいはいはい、あの保険数理人っていう、はい、その保険の商品の設計したりとか、これが適切なのかどうなのかみたいなのを、はい、数学使ってこう分析するみたいな、はいはいはい、そういう職があるんですけど、それちょっとだけ、挟んだって感じですね。あ、でやっぱりまあ塾をと、はい、そうですね、いうことで、はい、そのもういきなり独立というかですか。いきなりしましたね。あ、はい、そうなんや。何の準備もせずいきなりドーンってやってあれ何もわからないってそこからまあまあ生徒さん集めてってことですね。はい、ですね、どれくらいされてるんですか今の。独立してからだいたい10年ぐらいがそろそろ経つって感じですね。はい、なぜ東大に。分かりやすさですね。なるほど、あ、そういうことねって分かってもらえるので、もうとりあえずインパクト勝負ですね。あ、なるほど、だから京都にいたら京大合格請負人って言えるし、北海道にいたら北大合格請負人でもあの好きなようにやっていけばいいかなと。では、ちょっと早速本題に入っていきましょうか。はい、まあ、東大に合格するための、まあ、鉄則ですねっていうのを、まあ、3つお話しいただきたいと思うんですけど、はい、まず1つ目は何になりますでしょうか。一人で謎解きをしていくっていうことですね。一人で謎解きをしていく、はいはい、これをできる人は現役合格できる可能性がめっちゃ高いですね。謎解きですか。はい、これどういうことかというと、はい、話をただ聞いただけで、はい、ああ分かったって気になくね、なくて、これなんでこういうことになってるのかなとか、はい、あれここの意味って、はい、なんか前に似たようなことを聞いたぞとか、なんか思い出して自分でガン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 調べてって、はいはいはい、この謎はこういうことだったのねっていうふうに追い込める人っていうことですね。謎解きか、なるほど、うん、ちょっと感じた違和感を突き詰めて突き詰めてね、そうですね、最後で、あ、はい、こういうことかみたいな、そういうところまで深掘れる人ってことですね。そうですね、2022年の科学の問題で、はい、プルシアンブルーっていうのが出てきたんですけど、はい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 、これって葛飾北斎って日本の富岳三十六景でやってる、あそこ の, こうあの文化の話とリンクできる人はめちゃくちゃ強いなと思ったんですよ、ね。はいはい、東大が2017年に発表したやつなんですけど、はい、放射性物質、はい、福島の原発事故みたいになって汚染されてるものをどうしたらこう除染できるかみたいな、はい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 、でそれで開発したのが除染スポンジってのがあるんですよ。はい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 、でそれはどこから来たかって言ったら葛飾北斎の話からつながってくるっていう、はい、ところなんです ね, ですね。葛飾北斎って和紙に色を塗っていくんですけど、はい、昔の日本の絵ってなんか薄いなとか、なんか色見なくて面白くないなって思うこと多くないですか。はい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 、でも葛飾北斎の絵ってすごいはっきりと、まあ確かにね、
ブルーが綺麗に、まあ、画像載ってるか分かんないですけどね、はい、あの富士山のね、ここあのね載せていいか分かんないですけど、はいはい、であの色ってなぜできてるのかなって調べてたら、はい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 、どうやらプルシアンブルーっていうものを使ってるらしくて、はい、それは和紙に塗っていくんですけど、はい、色が落ちない、はいはいはい、それだけ絡み取ることができるということで、当時の日本でもほとんどない技術だったってことが分かったんですよ、はい、で、あとね、でそれがなんと放射性物質であるセシウム、はい、細かいこと言うとセシウム134とか、はい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 、137、ちょっと大丈夫ですか、ちょっと専門って大丈夫です、そういったものを絡み取ってくれるっていうのが分かって、でそれでやったよっていうニュースがあって、っていうのを見てたりとかしてる人は、こういうこう問題が出てきたとしても、はいはい、プルシアンブルー、何それ初めて見た、わかんない、わーとはならなくて、あ、これってこういうふうに考えられるかもしれないし、はいはいはい、効果もねっていうのを当たり前に多分できる、なるほどね、それがもう現役でもう確実に受かる、確かにな、そこまでいけるんじゃないかなというところですね。そうですね、まあ、最近それこそまあ共通テストでさえも初見で考えさせる問題になってきてるじゃないですか、はいはい、毎回初見の物質が出て反応の説明が与えられて解くのが当たり前っていうふうになってきてるんで、はい、覚えて解いてっていうだけじゃない、ね、うん、探究心というか、うん、全部紐解くまで終わらないみたいなね、うん、まあ大事ですね。そうですね。じゃあ2つ目いきましょうか、はいはい、2つ目が、はい、もしもボックスを使えるかどうか、もしもボックスを使えるかドラえもんの、はい、わかります、一応わかります、はい、もしもこういうことがあったとしたらみたいな、はいはいはい、これはどういうことかっていうと、はい、仮説検証ができるっていう、はい、その思考ですね。行動する前にできるかな、はい、難しそうだなとかじゃなくて、はいはいはい、もしこれをやってだとしたらこういうこと起きるよね、はい、なるほど、もしこれをやらなかったとしたらこういうこととかこういうことが起きるよねって、はいはいはい、考えて行動ができるかっていう部分です、ね、はいはいはい、なるほど、なんかあのキャッチーなタイトルにしてもらって、はい、面白いです、めちゃめちゃ考えてきましたありがとうございます、はい、なるほどね、仮説思考っていうんですかね、うん、あれね、はい、なるほどなるほど、それはまあ、はい、もういろんなことにおいてですか、うん、あの勉強の進め方もそうだし、はい、問題解くは中においてもそうだし、そうですね、はい、仮説検証をする上で重要になってくるのが、はい、数理的な考え方と国語的なロジックで、はい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 、東大の場合だとその国語も選択問題ではなくて、はい、これこれについて説明してください、うんね、これこれについて説明してください、ね、次の問題もこれこれについて説明してくださいっていう感じの問題になってくると、はい、で今年だったらナショナリズムについての国語があったし、2021年だとケアする人とケアされる側っていう立場が違う人たちが同じものを見た時にどういう解釈ができますかみたいな、それぞれのなんか思い込みだったり偏見だったりとか、そういったものをきちんと読み取って、もし自分がこっちの立場だとしたらこうだよねみたいなことができるかと、なるほど、なんかそういう力がやっぱり強いのかなと思います、ね、うんうんうん、まあ本当にね、個別試験の国語ってもう一切ごまかし聞かない ね、 そうですね、もう分かってることをちゃんと全部書きなさいみたいな、うんうん、そんな世界やし、うん、数学もそうじゃないですか、そうですね、答えを求めなさい、もちろん過程もちゃんと書くんだよっていう、はい、あの当たり前の領域、そうですね、っていうところになるんで、はい、特にその主要2科目かな、東大の英語はね、まあ、そういうじっくりやる時間はない方ですけど、うん、はい、やっぱ数学とか国語特に多いんじゃないかなと、そうですね、思いますね、はい、初めて見た文章だったとしても、はい、自分で実験ができるかとか、まあ英語の場合だとね、先ほどおっしゃっていただいたように、はい、すごく総合問題なの で、 そうです、ね、もうあれもこれも毛嫌いせずに、はい、トータルでできますかで、しかもこれだけの処理能力ありますかみたいな、多いですからね、東大の方ね、多い、多すぎ、多いです本当にめちゃめちゃすごいですけどね、はいはい、あとは仮説検証するときに、はい、結構ブツ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 、はい、こう口を動かすっていうのがすごく大事に、はいはい、なってきて、はいはいはい、ちょっとこの話ちょっとむずあのや聞きたくないなって時ってどういう口します、はい、そうですよね、口閉じるんですよ確かに確かにね、はい、これ多分女性の方だったらメイクするときに変えて口開くんですよ、はい、ああそうなんやあの分かる人いると思うんですけどこれなんでかっていうと、自分の中に取り入れようとすると、はい、生理的に口って開くんですよ、なるほど、だから人の話を聞いて面白いなと思ったらへーはあそうなんだって口開きますよ ね、 ね、はい、そう、口を開けるっていうのはこの情報を入れるよ、自分の中に入れるよっていう気持ちがもう脳構造的にもあるんですよ、だからそういうことをしていくっていうのが、はい、友達とかに説明したりとか、そういうような力がやっぱり強いのかなとは思いますね、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ最後ラスト3つ目のテストをお願いします、はいはいはい、3つ目が笑顔にする、はい、笑顔にする、
これあすいません間違えました、はい、あのアキトントンさんのやつでしたこれどうしても言いたくてやつの動画見なくていいですよこれどうしても言いたくて笑顔にするいやなんか言ってましたっけあいつアキトントンさんあの会ったことないんですけどあ本当ですか、はい、もうあれ見てすごいファンになってあそう、はい、でもいいでも、はい、これ私の話じゃないんですけど、はい、笑顔ってすごく大事で、はい、私、はい、あの遺伝子研究してたんですよ大学で、はいはいはい、数学とあのその生物の勉強してたんですけど、はいはい実は笑顔にするとか笑顔になるっていうのって DNA のスイッチが入るんですよ、はい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 、これどういうことかっていうと、はい、人って潜在的にいろんな力を持ってるんだけど、はい、それを発言できる人と発言できない人がいて、はい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 、その違いはって言ったら一つは遺伝子の中でスイッチオンってなってるか、はい、オフってるかっていうこの違いが実はあって、うん、その笑うとオンになるっていうような研究が、はい実は日本の研究者の中であって、あの吉本興業さんと一緒にコラボレーションして、はい、医学的にその、はい、老人ホームでやったりとか、はいはいはい、医療現場とかで実験なされたりとか今してるんで、はい、どんどんとあの笑いの研究はどんどん広がってくるんじゃないかな。面白いな、はい、だからトントンさんすごいなってこう絶対あそこまで考えてないそんな、ね、そんなとこまで考えてないでしょうか。3つ目、はい、全然違う、全然違うあの3つ目はですね、はい、俺は海賊王になると言えるかどうかです、はあはい、もう詳しく聞くしかないですね。聞きましょう聞いていきましょう、はい、これどういうことかというとこれ、はい、あの某あのアニメの、ねはいねはい、主人公海賊王になるぞって言って、はい、あれってすごく大事なことがあってそれは何かというと、はい、自分はこれになるっていう状態から逆算して、はい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 、今この目の前の敵倒せばいいんでしょ、はいはい、とりあえずぶっ飛ばせばいいんでしょ、はいはい、みたいな仲間10人は遊べるって言ってね、はい、っていう感じで進めていける、はい、その逆算思考もできるし、はい、行動もできる、はい、そして決断ができる、はい、この全てが整っているっていうので、はい、俺は海賊王になるっていう、ねはい、話ですね。ちょっと振り回されて大丈夫ですか。いや大丈夫ですよでその、決断するっていうのは、はい、本当にちょっとしたことでもいいんですよ、はい、今日何を食べるとか、はい、今日何を着るとか、はい、そういう決断が多い人が現役で合格する人たちは、はいはい、あの潜在的に多いなっていう印象がありますね。誰かに決めてもらって進めるっていう人も一部いますけど、はいはい、現役で当然ですけど、はいはい、ギリギリ合格できるレベルじゃなくて、はい、平均点以上しっかりがっちり取ってくる子は、はいはいはい、もう間違いなく決断して、なるほどね、自分でちゃんと選択して行動してる。しかも自分はこれはやるぞって、うん、人にも言うし、はい、自分の心の中でも何回も何回も言い換えていくってことができてるって感じですね。確かにね、はい、まあまあそうやな。それはまあ当たり前のようで難しいというか、自分で決断して選んで、はい、取捨選択して振り返って微妙やったらやり方変えてみたいな、うん、まあこのある種大人になると当たり前になってくるこのサイクルを受験生のうちに持ってるかどうかっていうのは、うん、そうですね、はいまあ、行きたい大学に行くにはすごい一番大事なスキルかもしれないですね、うん、本当そうです ねこれってちょっと突き詰めて心理的にやるとサイコパスな人たちなんですよ、はい、そうなんですかただサイコパスっていうと、はい、反社会性のコミュニティ障害みたいな感じで思われがちなんですけど、はいはいはい、これって二次的ないわゆるセカンダリーサイコパスっていう部類なんですよね。だけどプライマリーサイコパスっていうのがあって、はいはいはい、これは人からの意見に振り回されずに素早く決断できるし、はい、外交性も高いしっていう、はい、いわゆる成功者たちに多いあの気質っていうか心理があるんですね。いろんな研究見てはるんですね。あもうあの好きなので論文見たりとか。あそうです今でもですか。そうですね、はい、あの Google スカラーとか、あこれ便利ですよね、はい、おすすめですね。なんか自分がこう調べたいものとか、うんうんうん、自分がやってるものが他にも汎用性あるのか、他の国でもあるのかって、はい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 、当たり前にこう調べていくみたいな。まあまあ確かにうちでもやっぱりまあなんかね、そういう信憑性借りてきたりとかいろいろあるんで、はい、まああんま受験生の人向けじゃないですけど教育業の人見てたらね、まあ、はい、Google の論文検索のやつですね、はい、まあ結構有料じゃないと見れないのも多いですけど、はい、概要ぐらいはね、うん、無料で見れたりもするんで理系学生の人はご用達ですけども、はい、ちなみにその、はい、プライマリーサイコパスのやつは、はい、ケンブリッジ大学で出した研究とかにもあるので、はい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 、ちょっと調べてみると面白いかなと。そうなんや。思いますね。言うことね、聞かなすぎるのも良くなかったり、まあ、そこ何倍もうまくやってる子たちが ね、はい、受験生のね同じクラスにもいると思うんで、一、うん、人でもやっていけてるなみたいな、うん、ただ頼るところは全力で頼るなみたいな、そうですね、はい、っていう子どもたちかなと思いますね、はい、じゃあ、まとめますと、まあ、東大に受かる人、まあ、特に現役合格で受かる人に共通するような、うんまあ、鉄則3つの1つ目が、一人で謎解きをしていける人ですね、うんはい、で2つ目がもしもボックスを使えると、これはまあ仮説検証の繰り返しと、うんでねはい、で3つ目が、まあ、海賊王で俺は
なると言える人、うん、まあ東大理3に東大理1に俺は受かると言える人と、うん、でまあその最後もまあ結構広い意味だと思うんですけど、うん、選択とか決断とか、うん、で逆算したりとか、うん、目の前のことに全力になったりとかっていう、まあそのどっちかというとスタートアップの経営者とかにも多いようなそういうタイプかなと思うんですけど、時間限られてるって分かってて、うん、決断早くて一個一個にエネルギーもめっちゃ注げるっていう人が、まあ、特に受験においては間に合うのかなというところがあります。で、まあ、本日、お越しいただいたんですけども、もう一歩のねパスマムの方、あっちの方では東大合格する家庭の親御さんのご家庭のお話っていうのをしていただきますので、はい、そちらの、動画のリンクも概要欄に貼っておきます。またあと時田さんの YouTube チャンネルと、まあ、その他 SNS もですね、あの概要欄の URL 貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。普段 YouTube ではどういう動画上げられてますか？あ、最近だと全科目解説っていう、一つは高校入試の数学の、はい、解説、はい、それから来月は共通テストの全科目解説っていうのをやっていくので、もう文系だろうが理系だろうがバンバンやっていくので、はい、ぜひぜひ、あの受験生だけではなくて高校2年生高校1年生、え、こんな問題出んのって、はい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 、を逆算してあの見ていただければいいかなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、すごい情報量ですからね、はいはい、ちょっとまあ勉強するぞってつもりで覗いてみてください。はい、では別のチャンネルの方でもまた今から撮りますけど、よろしくお願いしますということで、お願いします、はい、本日の動画はこちらで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さよなら。